皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、ヤフーニュースにニューとマークされている、いわゆる最新ニュースをお届けします。まずは国内ニュースです。安倍派二階派事務所に強制調査、捜査ということだそうです。そして、安倍派二階派一部、不記載、認めるとのことです。 はい。そして、全国で厳しい寒さ。九州では積雪もあるということで、皆さんお気をつけください。はい。次に、国際ニュースです。中国内陸部でマグニチュード6.2の地震。110人超が死亡とのことです。はい。次、北朝鮮。 18日のミサイルは新型の ICBM だということです。次、ロシア外相、対日領土論争は終わったと発言しました。はい。北方領土はもう問題ではないと言っています。さて、日本政府はどう出るのか。はい。ですね。はい。次、経済ニュースです。 日本製鉄、US スチールを買収へ。US スチールといえばもう、アメリカの鉄鋼王といったような会社です。はい。これを買収するということでね。US スチール、国内だけで十分な需要があります。これはなかなかいい買収だと思います。次、えー、ペットの出生日偽装疑い。 一斉捜査とのことです。ね、ペットをさば読みして売るという悪質ですね。はい、次、えー、郵便が窮地、値上げしても1年で赤字ということだそうです、はいえー。続いて、脱毛の銀座から破産、客は怒りとのことです。そうですよね、はい 計画倒産じゃないのかということも言う人がいるんじゃないでしょうか。はい。次、IT ニュースです。漫画版。連載作品が突如終了。まあこれは理由によりますからね。なんとも言えません。はい。寒いと減り早い冬のスマホ電池。あ、そうなんですよ。はい。そうですよ。はい。これもう前から言われていることですからね。はい。次、科学。 市販薬20歳未満の多量購入を規制へ。はい。そうですね。基本 1, 個 1, 個1箱まで。2箱買う場合には身分証の提示と記録をするということだそうですね。はい。次。ナス中西ナスも。脳梗塞に注意。はい。脳梗塞、注意しましょう。 水分をしっかりとりましょう。はい。次。鎮住犀が絶滅寸前から119万頭に。<laughs> すごいですね。そんなに増えたんですね。今度はまた困る人がいるんじゃないですか。はい。次。えー、橋本環奈、70年大阪万博ドラマ、主演とのことです。はい。いいですね。 はい、次長澤まさみインスタ一件残し全削除その一件って何なんでしょうねはい気になりますねはいは、まあ、断捨離ですか断捨離ねはい「ワンピースが再アニメ化へなぜ今ねまだアニメ終わってないのにしかも漫画も終わってないのにまあ長年やってきたんで まあ、アニメの質が上がったっていうのがあるんでしょうね、一つはね。それで見せられるものが増えてきたということがあるんでしょう。あの、スター・ウォーズと一緒ですよね。はい、はい、はい。気持ちすごくわかります。はい。次、スポーツです。グラスの大谷に心つかまれ遺跡とのことです。すごいですね。大谷。はい。次。 えー、元寺尾死去、高名信彦は放心状態とのことです。はい。そして、元高野花、名勝負を演じた元寺尾を追悼ということで、皆さんから追悼の声が上がっている。愛された寺尾、私も愛していました。素晴らしかった寺尾。はい。悔やみ、お、お悔やみ申し上げます。 お悔やみ悔やんでおります。はい、はいえー。今回のニュースは以上となりますが、皆さんはどんなところに注目されましたでしょうか。そうですね。私は、ロシアの外相が、対日領土戦争終わったという発言に憤りを感じております。はい。まあ、そんなところでしょうか。はい。はい。それでは、 今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。良い一日を。